はい。まあじゃあちょっといろいろ使っていくセイントファイヤー、アークサンダー、炎の壁、まあこれはまあいいか、使わんでも。炎系の敵だと、それが出てくるまで、炎系の敵が出てくるまで待つ。妖精光、熱風、妖精光気になるよな。スピードアップって言ってたけど、ラピッド使ったらあんまり意味ねえ気がするんだよな。セイントファイヤー、これ多分全然効かねえな。アンデッド系に効くんだろうからね、セイントファイヤー。ほうほうほう、これ全体攻撃かな、アークサンダー。うん、なるほど。熱風、これも全体攻撃かな。まあ各キャラクター得意な属性あるけど、やっぱ合成術ってそうね。あ、やべ、催眠見切りつけてくるの忘れてた、撤退出て出たい。催眠つけてこよう。もうちょっとこうあれだな、敵がね全体とか全体じゃないかとか見たいから、あのちょっとね敵のもっとこうたくさん出てくるような敵だと嬉しいんだけどな。なんだっけ、あーそう、催眠喋ってると忘れちゃうからね、ちょっとごめんね。ほんとここでね、ちょっとダラダラしちゃって、本当はなんていうの、なんていうのかな、この代替わりがめちゃくちゃ時間かかるから。あと、武器開発、一回戦ったから多分、状況変わってんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうか。ちょっとくそ思いつけよ。うわー、もう使えねえな。おい、うん、逃げない方がいいのは知ってる。だから逃げまくってりゃ敵が強くなるってことでしょ。それは知ってますが、うん、それは知ってます。どうしようか。じゃあどこ行くよ。南ロンギット行けってか。どこだったっけ、南ロンギット、この辺、ノーマット、マイルズ、あれどこだったっけ、アマさんどこだったっけ。あ、まだ制圧してねえから行けないのかな、かな。まあ慢性的に、まあそうっすよね。どっから行くんだったっけかな、どうだったっけかな。確かね、あ、ごめんなさいね。確かね、あれ、どっから行くんだったっけかな、わかんなくなってきたな。あのマーメイドの違ったっけ、あの辺だよな。まあいいや。どこだったっけ、ミラマーヌオノ、ミラマーヌオノ、モーベルムじゃなかったっけ、違ったっけか。あ、こっから行けんのか、船は出せない。あー、ダメじゃん。いけないじゃん。そうなの？
あいつだったらいいのかな。このバイキングみたいなやつ、武装小船団、あれだったら乗せてくれるかな皇帝。行くとこねえじゃんこれ。いやー、わざと全滅でちょっと交代は嫌だよな。積んだ積んじゃったねこれ。多分そうだ、武装小船団だったらいけるんじゃねえかな。船で移動するなんだけど、船出してくれないんすよね。船出してくれないんだよな。武装小船団の皇帝だったら出してくれんのかな。これ出してくれればいいんだけど、くっそー。威張っている。嵐についてのなんか情報ないの？ねえな。ナゼール海峡、この辺行ってみるか。ほうほうほう。だからここ超えると、そのムーのさ、ね、さっきのムーのね、買ってた人たち、最後族だっけの人たちがいるっちゅう話でしょ。まあちょっと行くとこねえから、まあ遊びがてら、こういう感じなの。あ、やべ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 。うわー、なんかすげえ敵。マシンガンジャブ、こいつは厳重剣、炎だよね。炎をこいつは育てていきたい。ファイアボール、こいつは天、ライトボール、あれ？ストーンシャワーねえわ。ダメじゃんこれ。ストーンシャワーねえよ。もう地属性完全なの入れてくんの忘れた。まあいいや。じゃあ足絡め、足ねえけどな、ちょっとやっとこう。いや敵か強えぞこれ。肝心なストーンシャワーがない。よいしょ、足絡め効かないよね。足ないから、そもそも足ないから。まあでもいいや、レベル上げたいから。ちょっと待ってよ。音速剣、ファイアーボール、ライトボール、熱風、まあいいや、ライトボール。はい、こんばんは。しょうがない、アークサンダーでいくか。あーでもアークサンダー矢印出たってことは全体攻撃じゃねえんだなこれ。ライトボール、あ、オッケー。なんだと、なんだと、くそ。はい、お久しぶりです。ファイヤー、もうちょっとこの辺ちょっとさっそく倒してしまおう。あ、オッケー。氷溶け、そう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 、氷溶けでもあっという間にこのね、何ですか、冷たい水にねさらされて心臓麻痺で皇帝が死んで代替わりですよ。
ちょっとアバロンに戻りたいのよね。よいしょ。アバロンに戻ろ戻ろ。実家帰ろ。実家に帰る。ストーンシャワーがない。ストーンシャワーがない。あれがないと、もうかなりもう依存症になってます。ストーンシャワーの。はい、完全に依存症。うんちとかよりいいよね。うん。いいのかな。あ、ちょ、間違った間違った。はい。オッケーオッケー。一人覚えさせりゃいいでしょう。ああ、一応覚えさせた方がいいかな、こいつらにも。まあ一応工程も覚えてるけどね。こいつらにも覚えさせた方がいいか。タンボラ、ストーンシャワー。そちらはどうですか？とは？なんぞや？何がどうなんです？ああ、ストーンシャワー覚えてる。あれ？ごめんなさい。ごめんなさい。ポールは覚えてる。あ、タンボラか。タンボラは覚えてる？ストーンシャワー。あれ？覚えてる？ごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。あ、覚えてんね。覚えてる覚えてる。大雨洪水。なるほど。なんか水没してしまってる地域もありますよね。僕のところは全然大丈夫なんですが、うん、僕のところは大丈夫なんですけど、本当大変ですよね。待って待って待って、ごめんごめん、何度もごめん。それぞれで回復できないな。こいつできねえんだ。こいつはできる。こいつは回復できる。結構ある。回復できない。ちょっとレゴあれだ、あれなんだっけ、あれなんだっけ、アースヒール。うん、これはちょっと覚えとかないとダメでしょうよ。よし、はい、ちょっともう一回武器開発行っていいですか。一回戦ったからまた状況変わってりゃいいんだけど。どうでしょうか。来た、新しい剣。よし、やれ。これでまたお金がなくなったと。アーメン、アーメンってちょっと使い方間違ってるけどな。ナゼル海峡行ってみるか。消防団員に入ってませんね、僕は。誘われてはいるんですが、誘われてはいるんですが入ってません。はいはい、なかなかね、一回そういうの入っちゃうと抜け出せなくなってしまうような感じがして。はい、僕はあまりちょっと断るのとかすごく苦手で、すごく苦手だからこそ断るみたいな、まあ矛盾してるんだけど。うん、よいしょ。おー、もうどう進んでいったらいいのかな。海外の略奪見てると呆れる。うん、まあだからそれもね、日本の文化っていうか、そういう気質とか考え方っていうのもだから日本の文化ですよね。うん、逆になんで
取ってがねえのみたいな、ね、外国の方はそう思う人もいるでしょうしね。まあだからそれがね、日本の素晴らしいところですよね。日本というか日本人の素晴らしいところですよ。カウンター派だとつえー、めっちゃつえー、くっそなんだとこいつ、やばい。皇帝が落ちたってことはかなりやばい。ああ入ってる、なるほど。オッケー、倒しきっちゃうか。やめろやめろやめろ、うっそー、倒しきってしまうか。足がらめダブルヒット、やべえ。大丈夫か、暗闇入った。足がらめ意味ない。そっか、ラピッド崩れてるんだもんね。足絡み意味ない。だったらもう一発ストーンシャワー屋で倒してしまった方がいいのか。まさかカウンター使ってくるとは思わなかったな。くそー、うん、そう燃やされたよね。完全にあの死体を死体に攻撃するみたいな。いやちょっと、向こうに行けねえなこれ。なかなか。ちょっと行けねえな。ちょっとラピッドが崩れたので撤退。よいしょよいしょ。どうしたらいいんだろう。下行ってもダメだしな。いや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 、ちょっとこれ待てよ、いけねえぞいけねえぞこれ。はい、おーっと危ねえ、敵と遭遇するとこだった。これでいけるか。いけた。いけた。どっち？どっちどっち？ちょっと敵の後にかけてみるか。ああ、こっちじゃない。右だったか。うわあ、ちょっとこれ、術じゃねえ。カウンター怖いから、術でちょっと、削っていこう。ファイアボール、まあ南ロンギット、どうしよう。嵐でいけないとな。人魚役持ってくりゃいいんじゃね。人魚になったらいけんじゃね。いけないかな。確かまだ人魚役って倉庫に入ってた気がしたけどな。それか武装商船団の工程じゃないと船乗せてくれないとか、そういう感じかな。あーここか。これは他にも行けるところはない、なんもないよね。じゃあムーンの住処行って、我々は近づきませんが東に行くと古い建物がありますよ。東ハールファグルと申します。陛下コンボを得意としています。いざという時は頼むぜ。我々はナゼル海峡の向こうに移動します。ここにいない時はあちらにいますから。なるほど、どっちかにいるってことか。一人で遠くへ行ってはダメとあれほど言っておいたのに。何、子供？これより南に行くと大氷原、氷しかないんだ。ムーでも生きていけないところだよ。なるほど。うん、この足跡いいっすよね。ちょっと癖になりそうな感じ。
氷の遺跡。南には行けない。もうちょっと氷の遺跡とやら、ちょっと行ってこようか。うわぁ、いるいる。なんかでも、強力なアイテムとか、手に入れば嬉しいけど。おっしゃ、ジェンコ。ジェンコ、ジェンコ。はい。ちょっと。ずるいっすよ。そりゃずるいっすよ。もう。それこそこの辺、セイントファイアとか効くんじゃねえのこれ。こういうアンデッド系っていうか。ライトボール、ストーンシャワー。どうでしょうか。セイントファイア。うわ、めっちゃ効いた。めっちゃ効いたけど敵倒れてない。相当強いぞこいつ。キック、うわー強え。やっぱ防御が弱いんだね。熱風、うん、防御がやっぱ弱いんだなこの陣形。めっちゃ強え。一撃で落とされる。くそー、わかった。もうじゃあ本気出す。マシンガンジャブ先駆発派じゃない、音速剣でいくか。音速剣、セイントファイア、ライトボール、ストーンシャワー。ちょ、全力を持って倒しに行かないと。ラピッドだったらもう即やられてしまう。 OK。 舐めたらダメだ、舐めたらあかん。よし、次から本気の子供理論。うん、はい、こんばんは。よし、天の術。え、天の術なんで。セイントファイア、ああ。ってことは、セイントファイア使ったからってことだから、炎と天が両方、あれなんだ、上がっていくんだ。なるほど。はい、土方ね、土方さん。今日は雨でしたよね。そうか、まあ、合成術、これはいいな。同時に上がっていくっていうのが。なかなか、いいかもしれん。これは大丈夫なんじゃない？あ、休みだった。なるほど。セイントファイア。しかもセイントファイア、これ、3しか消費しないっていうのがまたいいところ。ライトボールのストーンシャワー。はい。いいね、強いね、これいいね。このアンデッド系には最高だわ。この骨のやつって剣とかちょっとなかなかねダメージ通りにくいからね。だからこのセイントファイアとかこれ最高にいいわ。まあ軍師がちょっとね天の術使わせてるけど、なかなかねひだめってか、よだめか。なかなか上がってこないけど、まあまあまあ、我慢して、ちょっとライトボール使い続けますわ。天の術、もうワンランク上がれば、もっと強い術なんか覚えてくれると信じて、ちょっと上げていく。これもトラップあるんじゃねえの？うわー、くそ！トラップばっかだな、おい。よし。
OK。 いいよっと。暗闇、いいよ、いいぞいいぞ。強い強い。パンチ、幻獣剣、ちょっとパンチとかやらせてみるかこいつ。いやでもやっぱ術だな、セイントファイヤー。まるまる1週間休み。なるほど。もう仕事にならんというか、危ないからなんですかね。会社としてももう来るなとか、来るなっていうか、休みだみたいな、休みにするみたいな、そういう感じなんかな。僕住んでるとこは割と高いとこなんでね。山寄りというか、うん。高いし、地盤もなかなかね、硬いところだから、大丈夫なんですけどね。サッカーのせいで寝不足。うん。だよね。わかります。そう。まあ、雨の、おっと、複数攻撃これ行くのか。いいな。範囲攻撃みたいな、そういう感じ？ますますちょっといいな、この術。うん。合成術はかなり強いんだな。そう、なんかやられた、なんかやられたぜ。これこいつ水使えるよな確か。あー、くっそ、生命の水しかねえわ。くそ、あの状態異常回復するやつ、あれちょっと持ってきてないな。だったら全力を持って初めの2人で倒しに行く。ライトボール、ストーンシャワー。あ、じゃあもうこの時点でラピッド崩れてんのか、この感じからいって。あれ？どうなんだ？そうでもねえか。いや、崩れてんのか。 OK、体術アップ、いいよっと。うわわわわ、いっぱいいるいっぱいいる、もういっぱいいる。パンチ、幻獣剣、セイントファイヤー、ライトボールのストーンシャワー。どうしてもストーンシャワーね、消費が激しい分やっぱ先に息切れしちゃうのはモグラだよね。まあしょうがないか。よし、ああ、どうぞどうぞ。あのね、無理して見ろなんて言わないのでね。眠い目をこすって見続けろなんて言わないので、はい、寝てください。オッケー。ストーンシャワーで一掃できればいいんだが、ダメだったか。吸血、うわ強いなおい、強い。足がらめ。いやー、これお気に入り。完全に気に入った。セイントファイヤー。あと、ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってね。携帯の充電をちょっと差し込んで、よし、行くぞ。えい。
あ、そっか、ここもう行ったんだ。セイントファイヤー、ここ、えい。あ、ちょっと待って、足がらめ効かねえか。うわー、セイントファイヤー効かねえ、まずい。一体しかスタン耐性がない。スタン耐性、みんなスタン耐性がある。ちょっとじゃあこの辺殴ってストーンシャワー連打だ。ここライトボール、ストーンシャワー、オッケー、もう一丁いけ、ストーンシャワー。このスライム、こいつ効かねえのか。気弾千切り、こいつ効かねえんだ。うん、どうするどうする。セイントファイヤーが効かないとなるとフレームウィップこのぐらいしかやれることないよな。黒点波とか効かねえだろうな。どうかなこの辺の魔法効く。あー、まあそこそこ入ったな。黒点波、こいつ効くかな。効かねえだろうな。ミス、ミスってことは効くのかな。どうなんかな。マシンガンジャブとかこれ入るかねこれ。ウィンドカッター、ファイヤーボール、あーやっぱ全然ダメだ、入んねえ。でも千切りはダメージ入るんだよな。いやーこいつ戦いたくねえわ、戦いたくねえ。うわー、いるいるいる。ちょっと術大丈夫、術ポイント。あー、モグラがやばい。あれ、あー、術種持ってきてねえわ。森の聖域も持ってきてねえ。やべ、今回ダメダメだな、これ。ダメダメですね、今回。まあいいや、ここまで来たから、ちょっと行くか。マシンガンジャブ。青にちょっとマシンガンジャブ。千切り。セイントファイヤー。ライトボール、ちょっと待って、もうこいつ魔法使えんわ。じゃあ槍使っていく。あー、マシンガンジャブでいくか。ボス戦はマシンガンジャブでいこう。まあ足絡めとかやっとくか。千切り、オッケー。まあこいつは術使えなくなっても武器攻撃できるからね。うん、武器攻撃へ。こいつ足がらめ、足ねえでしょこいつ。ペイン、ちょっとマシンガンジャブで押すか。千切り、いや待て、こいつは通常攻撃だ。ちょっと技ポイントを考えて、マシンガンジャブ。ここはちょっとね、青龍剣、串刺し、オッケー。いやーちょっとね、あ、またスライムか。あ、オッケーオッケー。こいつは通常攻撃でもいけんじゃねえの。
待て、お、水長剣でもうやっちまうぜ。多分通常攻撃でも倒せるんじゃない？水長剣、いいよと。オッケー。うん、ちょっと待って、ちょっと待て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 よ、もうちょっと逃げる。宝箱が見えてますね。はい、グリムリーパー、弓か、弓だ。両手を、敵を皆殺しにする。怖っ怖っ。水長剣、まあ通常攻撃でいくか。水長剣で落ちてくれればいいけど、やっぱこのスライムは落ちねえか。ダメだよな。うわ、花粉嫌だ、花粉嫌だね。重度の花粉症ですから。うわー、もう完全に悪い。てか、サラマンダー、サラマンダー目隠れてねえし、全然。サラマンダー目隠れてないっすよ。ダメじゃん。おいおいおい、設計ミスじゃね？ダメじゃん。串刺し、一文字好き。全然目隠れてね。結構当たるんだね、暗闇でも。うん、わあ、こいつと戦って大丈夫かなこれ。あ、左の、あー、ちょっと技ポイント、技ポイントじゃねえや、技、術ポイントねえからな。ちょっと困ったなこれ。回復持ってくんの忘れたからな。あー、くそ、ダメだ。いいよっと、これでいけるよね。オッケー。ちょっとある、ちょっと行かせてくれ、通してくれ、通してくれ。くそ、通してくれない。くそ、ダメだ、完全に塞がれた。しょうがねえな、しょうがねえな。ストーンシャワー、ストーンシャワー、あ、ちょっと待って、うん、ストーンシャワー、どうしましょうか。この辺はちょっと通常攻撃でちょっと行ってみるか。全然効かねえ、こいつら術レベル低いからな。物理に頼ってきた、ツケが回ってきた。だからどっかで術使いを皇帝にしてやればいいんだろうけどな。ダークスフィアとは何？うわー、強え、強いぜ。はい、くっそー、なかなか落ちねえな。くっそー、落ちねえ。うわー、どんだけタフなんだこいつ。くっそー、どんだけタフなんだ。
まだか。よっしゃ、すげえ経験値だもんな、3000いくら。よし、ダメ元でちょっと行ってみっか。技ポイント、術ポイントがないからね、ちょっと勝てないかもしれないけど、まあダメ元で行ってみる。